も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。本日はですね、ヴィンテージソングです。1961年にコニー・フランシスさんが歌った曲をもう日本人がもうたくさんカバーしたみたいで、その中でも中尾美恵さんのバージョンが有名な可愛いベイビー、こちらの曲をこのウクレレでやろうと思います。可愛い曲ですよ。これはいつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル超簡単バージョンでやります。後半のかっこいいバージョンはレトロビートっていうビートを使って、あのオールディーズっぽい、フィフティーズっぽい、こういうモンキーダンスみたいなあのノリをね表現してかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、頭の中いつも流れてる曲、カラオケで歌ったり CD 聴くのもいいんですけれども、音楽楽器と一緒に弾いてね自分で歌う、これ弾き語りっつうのがですね、もうめちゃくちゃ楽しいんですよ。ハマっちゃいます。ぜひ皆さんにもね、この楽しさをね、体験してもらいたいと思うんですけど、なかなか楽器ちょっとやったことないなとか難しそうと思うじゃないですか。ウクレレだったらですね、めっちゃ簡単なんですよ。もう幼児から おじいちゃんおばあちゃんまでも結構気楽に始められると思うんでね、ほんとぜひこれを機に始めてください。ウクレレだったら簡単なんだけど、始めたらわかります。奥も深いんですよ。だからね、ハマれるわけでございます。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレで音楽が楽しくできるようになります。もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレを触っているだけで、あれ？私も今できてるんじゃない？すぐそうなります。はい。楽しんで音楽やっていきましょう。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでもちょっとした時間に見られるし、無料ですからね。なんせ無料。これが楽しいやつですね。はい。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック！行ってらっしゃい。そこには私が今まですでに取りためた、ありとあらゆる音楽がもう1000曲以上ですよ。もうアップロードされております。今日みたいな昭和の夏メロ、ヴィンテージソングはもちろんなんですけど、最新 J-POP、定番 J-POP、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、何でもかんでもウクレレで簡単にしようということで、レッスン動画になってますからね。で、さっきのリンク先のところにね、行くとですね、曲名検索、歌手名検索とか、ジャンルボックスの中から曲が選べたりするようになってますんで、お気に入りの曲、どんどん演奏しちゃいましょう。音楽を聴くからやるに変える、これが最高でございます。それでは早速参りましょう。かわいいベイビー、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン・ツー・スリー・ボー。かわいいベイビー、はいはい、かわいいベイビー、かわいいベイビーと呼ぶのは愛しているからかしら。 Pretty little baby、 かわいいベイビー。 小鳥たちの歌う声、愛の歌に聞こえるの。 Pretty little baby、 素敵なベビー。恋をするって素敵じゃない、若い子の日を二人で過ごしましょう、いついつまでも。今すぐ会って、そして言って、忘れられぬあの言葉。 Pretty little baby、 私のベイビー。 Pretty little baby、 はいはい、私のベイビー、はいはい。Pretty little baby、 はいはい、私のベイビー。 Say no。 中尾美恵さんのかわいいベイビー、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね、このほっこりするかわいいベイビー、はいはい、このコール&レスポンスですから、
これはですね、いいかもしれません。世代を超えて歌っていきましょう。今、聞いていただいて分かったと思うんですけど、これショートカットバージョンです。フルでやりたい方、コード進行一緒ですので書き足して、2番の箇所から書いていってですね、フルコーラスの楽譜を作って演奏してみてください。やっぱり今動画で一緒にできた方も、それでも自分で書き足して、自分だけで歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるようにガズのノートを見てもらいましょう。まずですね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、この C と Am、D、Dm7 これがねもうずーっとね基本的にこのコード進行なんですよ。ずーっとループしてるんですけど、途中で変わるところあるんですけど、このコード回しでもうほとんどここら辺までできちゃいますからね。はい、じゃあこれをね一時停止して書き出してください。はい、今日はシンプルですよ、曲は。はいね、なんとなくこう可愛いポップでキュートな感じですけれども、はい。でここがね、恋をするって素敵じゃない、はい、素敵じゃないですか。もう恋をしていきましょう、皆さん。あ、これ一時停止でメモっててくださいね。はい、一時停止。いいですか。はい、じゃあ次の箇所ね。はい、ここら辺かな。これ、ここら辺、いけるかな。はい。ちょっとわかりづらかったら動画のテロップを一時停止して書いてもらっても中身、一緒でございます。ここはほら、最後のエンディングのところはね、ラストって書いてある。止まる。かわいい、ベイビー、止まる。はいはいはい。ここでみんなでね、はいはいって言ってもらうのがきっとね、最高ですね。で、コードの紹介しますけど、案外ね、おしゃれな曲でコード結構いっぱいあるんですよ。ちょっと見てみましょう。まず C と Am、はい、F と Dm、はい、D7、G7、はい、Em7、C7、E7 です。まあほんと3つか4つぐらいかなっていうコードのイメージですけど、結構ね、おしゃれなコードも満載で出てくるんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9個もあるんだなと思うんですけど、とはいえね、9個といっても、あれがあります。ドン、これです。ガズレル必須コード。このガズレル必須コードっていうのは何かというと、コードっていうね、こういう音の塊の要素を覚えなきゃいけないんですけど、これ本当はね、星の数ほどあるんですよ。でも皆さん、ウクレレで音楽をやろうと思った皆さん、これね、本当は星の数ほどあるコードを覚えねえよ、わーってなるんですけど、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で仲良しで助けてくれるコードがあるんですよ。10個ぐらいあります。それをガズレレ必須コードと私が命名しているんですけど、これ10個。これね、最優先で覚えてもらいたい。どっちにしろ今日の可愛いベイビー、この10個のうち9個が出てくるから、まあ、今日ね、いい機会なんで覚えてください。このガズレレ必須コードをですね、私がですね、めちゃくちゃわかりやすく解説している動画があるんですよ。これなんせね、10個もあるのかと思うでしょ？でも1個ずつ見たら、一本指ので押さえられるコードもあって簡単なんですよ。だけど10個となるとちょっとね、頭の整理が必要でしょ。私がめちゃくちゃいい動画撮ってるんです。ここにリンク貼っておきます。このガズレレ必須コードはこの動画で私の解説を見て頭にスイスイ入ってきますんで、はい、10個覚えちゃいますよ。そのうちの今日9個で今、かわいいベイビーやってます。どんどん歌っていきましょうね。はい、じゃあこっからかっこいいバージョンの解説に入っていきますけど、かっこいいバージョンはですね、もう最初に言ってきますけど、難易度ガーンと上がっちゃいますけれど、これかっこいいですよ。まずリズムです。これコード進行は全く一緒でやるんですけど、リズムでここまで変わるかっていう感じを今日味わっていただけると思います。そのリズムの名はこれ、ドン！レトロビートって言います。レトロビート？なんじゃそれ。ガズレレが勝手に預けてるような弾き方なんですけど、こんな感じです。かわいいベイビー、はいはい。なんかこう、ヴィンテージソング、オールディーズにめちゃくちゃ合いそうな、このなんかこう可愛らしいビート。これレトロビートということでやっておりますけれども、今日はですね、しかもちょっと雰囲気がね、これ面白い曲なんです。ここにも書いてあります。タンタカタンタンタチャッカ。こんな感じ。タンタカタンタンタチャッカ。タンタカタンタンタチャッカ。タンドゥルンダンダチャッカ。タンドゥルンダンダチャッカ。C と Am、ちょっとこれでやってます。タンドゥルンダンダツカ。タンドゥルンダンダツカ。こんな感じ。タンドゥルンダンだーつった。後半のところでこの Am の、ところが、後ろに来てるって感じかな。ちょっとこの、メインのコード回しやってみますね。タンタランダンだつった。タンタランダンだつった。B から Am、Dm から G7。この4つ並んでる時の後半に出てくるコードがちょっとこう後ろに寄ってるってイメージですね。ダンダランダンダダン。ここで変わるわけ。今、ダンダランダンドド。これドの時に変わる。ダンダランダンドタカ。これ難易度高いです。もうちょっとゆっくりやってみると、ダンダランダンダ、ここで変わる、アップで Am に変わるわけだね。ダンダランダンドツッとダンダランダンダツッとダンダランダンダチャッカ、ダンダランダンダチャッカ。これチャも入る。
これは結構ちょっと難しいリズム。で、いつも言ってるんですけど、これは一個の提案ですからね。普通の8ビートとか8ビートのチャでもかっこいいです。普通の8ビートでやると、かわいいべい、じゃかじゃん、じゃかじゃん、じゃかじゃん、じゃ、こんな感じになります。8ビートのチャだと、じゃん、び、い、べい、べい、あい、じゃん、じゃかじゃん。これでも十分ですけど、今日はさらにその斜め上をいく。レトロビートでいきたいと思います。さあ、レトロビートの弾き方。ここでちょっと今軽く解説したんですけど、がっつりレトロビートを、皆さんにこうシェアできる動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からレトロビートを、押してもらって、動画で、このレトロビートマスターしましょう。これできるとね、どんな曲もこういい感じのヴィンテージソングになると思いますので、ぜひマスターしてください。面白いんで。あとはですね、最後の、ストップするとこあるじゃないですか。かわいいベイビー。はいはい。こう止まるところ。あそこでね、ちょっと気の利いたカッティング。かっこいいの入るとかっこいいかもしれません。ちょっとやってみましょうか。プリオリのベイビー。はいはい。私のベイビー。はいはい。チャスチャチャスチャチャ。はい。カッティング。もしこれが大変だったらこう、このボディを叩くと。かわいいベイビー。はいはい。私のベイビー。はいはい。こんな感じで、とにかくカッカクをカウントを入れてあげると、またこうノリが継続して、一緒にね、コール&レスポンスするみんなでこう歌えるんじゃないかなと思います。これやっぱみんなで歌うと結構楽しそうですね。はいはいとかこう、ちょっと事前練習したりしてね、みんなではいはい合わせるとか、はい、そんなこともちょっといろいろイメージしながら、かわいいベイビー、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!1, 2, 3, 4.かわいいベイビーはいはいかわいいベイビーはいはいかわいいベイビーと呼ぶのは愛しているからかしらプリロリロベイビーかわいいベイビー小鳥たちの歌う声愛の歌に聞こえるガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうですね、もう本当にいいですね、このこのなんかこうね、こう体がこう腰から動いちゃうやつでございます。これ楽しいですね、皆さん。これいいですよ。あらゆる世代でこれ歌えると思いますんで、ちょっと練習してね、こう場を盛り上げるにはこれいいんじゃないかな。どんどん歌っていきましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレ2020年どんどん進んでおります。そうだ、これをシェアしたい。これです。これガズレレプロデュース、私がこの考えた、この見て、ここに一応プリントが入って、これウクレレケースなんですよ。リュックサック型、これね、コンサートウクレレもあります。そして紹介してるんですけど、こう中開けるとちっちゃいポーチが入ってまして、ここに譜面台とかチューナーとか入れるちっちゃいポーチ、これしかも取り外し可能、マジックテープ、そういう機能、面白機能で、このスタイリッシュにこう一見ウクレレが入ってないように見えるこのリュックサック、予約開始しました。はい、予約開始。これね、いいんでぜひ皆さんチェックしといてください。あとね、これね、はい、ガズレシピ、これはですね、ガズレレ初のアプリですよ、皆さん。これはですね、実は大好評でございまして、もう各方面からなんかもう、いやー面白いという声をいただいております。まず無料版と有料版、有料版40曲の楽があるんですけど、無料版でガズのオリジナル曲もこうチェックしてできるようになってます。これね、アプリ、
ちょっと新しい感覚なんで、ぜひこれスマホとかタブレットに落としておいてください。はい。そんなことの最新情報、これからイベントのご案内をしますけど、全部ガズレレ .com に載ってますんで、トップページからちょっとタグってみてくださいね。ガズレレホームページ、これもう絶対見てよ。本当お願いします。はい。リンクここに貼っておきます。はい。じゃあイベント情報、はい、これ、ドン！2月16日、埼玉県川口でまずやります。このイベント、川口でのイベントは、8ビットに特化したガズレレイベントになっております。まあもちろん他にいろいろみんなの質問コーナーとか、そのみんなでいろんな曲歌うっていうのもあるんですけど、これ一個テーマ決めてますんで、8ビットというっていうのがやっぱあらゆるストロークの基本になるから、ちょっとそこも虎の巻ということでガンガン深めていこうと思います。ちょっと興味あるでしょ。このイベントで、ガズのイベント、ウクレレ持ってきてよ。はい。で、お一人様大歓迎。あ、もちろんお友達同士、仲間同士に大歓迎だけど、お一人様大歓迎っていうのは結構ポイントでございます。私がいるから、ご安心ください。で、これはですね、やっぱ来てもらうと、その後の音楽人生がこう、ガラッと変わるぐらいのね、面白いことになりますので、待ってます。はい、それで翌月3月15日は水戸でやりますからね、こっちの水戸、お願いいたします。この2つのイベントの詳細、はい、こちら、お問い合わせは島村楽器店、各店さんまでお願いいたします。さあさあ、この今で、使ってるウクレレのことをこれご案内しなきゃいけない。今に予約注文はもう、予約注文分はちょっと今受付できないぐらいもう予約がパンパンなんですけど、ホームページ、さっきのホームページのところから入っていって、言っていただくと、あのね、次に予約注文できるときに、メールが来るっていうサービスもやってますんで、ぜひ登録しておいてください。次の入荷の時にバッとこうお知らせが行くようになってますんで、よろしくお願いします。あとはリットミュージックから出てるこの2つの本が、これはもう絶好調でございましてですね、もう多大な支持、ご支持をいただいて4万部。そろそろ4万部です。これはね、すごい数字なんですよ、本当に。それだけの方がね、音楽をこのウクレレで、うわぁ、面白いって楽しんでくださっているということで、はい。まずこの本の特徴は、簡単、楽しい、楽。これでございます。はい。やっぱ音楽は楽しい。音に楽しいって格好いいですから、楽しんでいきましょう。さあ、そんなことでガズレレどんどんやっていきます。皆さんも音楽どんどん楽しんで、みんな巻き込んでね、この面白さを広げていきましょう。ありがとうございます。それでは皆さん、さよなら。